こんにちは。こんにちは。何してるの？散歩だよ。ヒルチャールさんは何してるの？俺？ホロ？暇なんだね。やめて。ヒルチャールさんは電気水晶の場所知ってる？僕らそこ目指してるんだ。電気水晶の場所はわからないけど、水晶自体だったら持ってるよ。それ、ちょうだい。別にいいけど。やったー。なんで電気水晶を？僕たちキノコンとマシロンは雷元素を受けると活性化するんですよ。来たー、来た来た来たー、来ましたよキノコンの胞子を集めてほしい。そうなんだ。君たち二人とも必要だから全然足りなくて。マッシュロンが来マッシュロン。わかりにくかったか。来ますと来マッシュをかけたんだが。で、どれくらい胞子は必要なの？具体的な数が分かってる方が計画を立てやすいと思うんだけど。とりあえずいっぱい。な、アバウトな。アバウトに探索しすぎて。アバンアウト。面白くないか。ちなみに僕たちは炎元素でも活性化するんですよ。元気なくしちゃうけど。あと活性化すると素材も変わるんだ。胞子と金閣。一部の旅人はそれを理解してないようで、僕たち無限に駆られ続けるんですよ。お目当ての素材が出てないんだろうね。ねえ、ヒルチャンス。どうしたの？変な汁が出てますよ。